はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日。ついで神は大空よ水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり朝があった第二日。神は天の下の水はひとところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれをよしとされた。神が地は植物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよと仰せられると、そのようになった。それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり朝があった第三日。ついで神は光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ、印のため、季節のため、日のため、年のために役立て、天の大空で光るものとなり地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり朝があった第四日。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれをよしとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった第五日。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされた。そして神は、我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった第六日。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第七日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第七日目になさっていたすべての技を休まれた。
神はその第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。